ヒルトーマ、はい、出ました。はい、出ました。何が出たの？電子計算中のスイカサイダー塩味でございます。塩味、何が違うの、これ。これね、あの日本最北の塩を使う、ね、おー、なるほど。塩を使用してる、ちょっと難しい。はいはい、ね、そのちょっとこれ、あ、ちょっとね、うん、それ言ったらダメだ。はい、やり直しもはい、出ました。電子計算中のスイカサイダー塩味、塩味、塩味、そうやのね。日本最北の塩を使用、塩を塩を使用、なぞりは塩大事だ、はい、大事だ、何回も塩ね、ね、うん、なんだろう、脱水症状だと、そう、いやいや、違う違う違う、熱中症、熱中症、熱中症対策、夏季限定でございます、はい、限定、限定でね、で、あのペットボトルで300、うん、前の350から500に増量と、そう、値段も50円アップと、ただあっさり味だから、何本でも飲めます、道の駅セブンイレブントーマ店、農協さん販売しております。ぜひお願いいたします。よろしく。ということで本日の第15弾、高橋食堂さんでございます。はい、食堂、高橋さん ね、いろいろなメニューがありますんで、はい、とても楽しみでございます。そうですね、ここで、はい、はい、お邪魔します。創業は何年？大体47年ぐらい。47年、ね、高橋さんで親父の代からです。あ、で、2代目ってことですか。そうです、はい、あ、ずっとこの場所で。今はこの向かいの方で。あ、あっちの前ですね、はい、で、こっちに移られて、それでも20年ぐらいになるんですか。24、5年。そうですよね、はい、一番売れ筋が何とかっていうのは、一番売れるのはやっぱりこっちですね。一押しの、一押しのボリ押しの一番出るのがですね。そうですしました、豚丼です。おいくらで？じゃあどうも800円です。800円、肉の枚数がすごいですね。8枚です。8枚、おー、俺、末広がりだよ。8枚、そういうことじゃない、そういう末広がりの始まり。高橋さんでお使いの豚肉は大体ケゴビートも使いですね。いいね、いいね、いいね。最初ガッツリかける人なんですけど、やばい。いや、いいよ。すげえ。この豚丼はあの炭火で焼くやつじゃなくてフライパン、直火焼きやつ。でも余分な油が落ちていい感じでいくんじゃない、うん、やっていきます、うんうん、もう待ちきれないし口からいっちゃってるでしょ、うん、大丈夫、やばい、うまい。どういうことさ、そうなんだ、そうなんだ、なんなんミト、いやいやあのちょうどあの本当に油分が程よくいい感じで柔らかくて美味しいですよ。いや色がいいもん、色が、色が照りがね、食するんだよね。どれ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 、うん、うまい、香ばしい味がするから美味しいよ、そそりますよ、うん。豚肉カツ丼です。はい、おいくら？750円です。はい、ケチャップの赤いのはちょっとチリソースです。チリソースとマヨネーズを入れた。いいね、それ。いただきます。はい。はい、あ、いいね。うんうんうん。そんなに辛くないですね。エビチリの。エビチリの味がするの？エビチリだ、チリ系じゃない。チリソースの。チリソースですね。うん、チリソースとマヨネーズ。うん、食欲を肉は結構、うん、柔らかいんじゃん。柔らかい。ケグビトの特徴って何なんですかね。やっぱり油の入り方がすごくいいバランスを、うん、もちもちして、うん、そうですね、うん、油に甘みがある、ね、そうですね、やめられないでしょ、うん、そんなに辛さを感じさせない、うんうん、いい感じのソースが出てきた。だから肉と合います。これね、ご飯も美味しいんだよ。ご飯もうまい。で、これが軽いの。この肉が。渓谷ビトンが。うん、でもここにね、野菜が挟んであるんだよ、うん。だからね、あっさり系になって、うん、その濃厚なチリソースなんだけど、この野菜が中和してくれるんで、かなり美味しい。はい、
天丼です。これいくらですか？800円になります。はい、じゃあ800円の天丼を早速お願いします。渓谷美豚のエビですからね。それ美味しいよ。あ、違う違うんだよね。美豚の美豚なんで。エビもでかいね。いいね。天ぷらだよ、天ぷら。エビと、あ、すみません、キスだな、これ。え、キス？そうです、うん、はい。とナスとピーマン入ってます。さっぱりしてるね。うん、豪快に一度いいよ。美味しい。いい感じ。いいね、うん、カリッと上がって、うん、お吸い物もお上品。お吸い物お上品。結構見たな。受け身そば使ってます。あ、そうですか、ええ、これおいくらですか？800円です。800円、辛いの好きな方にはだいぶ辛い。そうですね、結構これ、うん、あ、これ、ん？担々麺だけど、クリーミーな味するけど、すごい濃厚。じゃあいただきます。うん、後からね、来るんだけど、最初は口当たりがいいっていうのこう、かってね、でその後にこうピリッとした辛さが来るので濃厚なんだって、それ麺に絡むでしょ、うん、クリーミーだ、ほんとクリーミーでしょ、だからなんか、なんていうの、豚骨みたいな感じの担々麺、ね、濃いんだけど、くどくない。うん、わかる、濃いんだけど、くどくない、はい、あ、これはいけるな。いけるね、食べるでしょ、いけるな。がっつり系だよ、がっつり系。まだまだいけるぞ。辛さがね、うん、後から来るんだけど、ついついまた箸に入れちゃうな。これはもうやめられないやつでしょ。やめられないやつ、中毒系のあるやつ。いや、なるいや、食べ過ぎじゃない、これ。いや、大丈夫だよ。うん、黙々と食べちゃう。感触あそこにさ、そう怪しいのがあるんだよね。新登場って書いてあるでしょ、ええ、ブラック担々麺ブラック。何が入ってるんですか？黒ごまを使ってるんですね。あ、さっきの白ごまペースト、ええ、うん、黒ごまの、ただあの黒い感じで、あのクリーミーな感じがそうですね。この後はどんなものに挑戦していこうと思ってますか？そうだね、塩豚丼みたいな。塩豚丼、あ、ね、あのミトンの美味しさは、うん、基本本当に美味しい肉だってことを分かってます。あ、だから宴会もできるんでしょ。そうですね。何名ぐらい入るんですか？36名ギリギリかな。ギリギリ出前も出前やってます。出前はその昼のメニュー。そうですね、うん、町内大体。そうですね、あんまり遠くは行けないけどね。行きますよね。行くの？まあご飯物だったらね。そうですね、量にもよりますけど、うん、一度来ていただいて、いろんなイメージとか、うん、なしで来て一回来て、うんうん、そうですね、全部感じして、いや本当です、うん、ね、食べてみないとわからないっていうところは、ね、うまいし、ぜひになるんですから、食べに来て。今日は、はい、食事処高橋で、ご紹介をいたしました。本当にね、来てください。あの豚丼マジうまいです。でピリ辛マヨ丼、うん、アンド担々麺、そして定番の天丼、アンドブラック、はい、ブラック担々麺をトライしてみてください、はい、本当にリピーターになると思います。どうぞよろしく。